ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、最近ぽっちゃりしてきたな。そんなことないわ。食べてばっかりで運動しないからじゃないか？私なんてシックスパックを目指して、筋トレしてるんだぜ。シックスパック？私なんてワンパックよ。数が少ない方が勝ちじゃないから、霊夢も筋トレしたら、プロポーションが良くなると思うぜ。だって、筋トレってきついじゃない。彫刻のような美ボディになれるのに。彫刻？美ボディ？私も美ボディになれる？なれるぜ。昔、リトルヘラクレスと呼ばれた、男の子がいたんだけど、その子は厳しい筋トレと努力でボディービルダーも、驚くほどの体格を8歳で手に入れたんだぜ。8歳？そんな幼い時から美ボディだったの？そうなんだぜ。ちょっと面白そうな話だろ？リトルヘラクレスは今29歳。どうなってるのか気にならないか？なる、気になるわ。厳しい筋トレと努力ってところが引っかかるけど、私の美ボディ計画の参考になるかもしれないわ。マリサ、リトルヘラクレスの話を聞かせて。わかったぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。リトルヘラクレスと呼ばれた少年は、1992年4月15日にウクライナで生まれたんだ。名前はリチャード・サンドラック。父親は武道家のチャンピオンだったパペル。母親はエアロビクス選手だったレナだぜ。お父さんとお母さんもスポーツをしていたのね。両親は息子により良い教育環境を与えたいと考えて、リチャードが2歳になった時、ウクライナからペンシルバニア州へ移り住んだんだ。両親はリチャードにスポーツをさせたかったんだろうな。軽いエクササイズを教え始めたんだぜ。子供って体を無駄に動かすの好きだもんね。エクササイズって子供体操みたいなものかしら？いや、教えたのは武道のテクニックだったみたいだぜ。2歳の子供に？しかもそれってエクササイズなの？はじめは簡単な武道の型みたいなものだったんじゃないかな。ところが、リチャードは運動のセンスがあったみたいで、父親は徐々に激しいボディービルのトレーニングに変えていったんだぜ。ボディービルのトレーニングって、どんなことをするのか知らないけど、小さな子供に大丈夫だったの？わからないぜ。だけど、ボディービルのトレーニングを始めてみたところ、父親は息子にボディービルダーの素質があることに気づいたんだ。何をどうしたら2歳の子供に、ボディービルダーの素質があるだなんて、気がつくのかしら？親は子供に過剰な期待を持つことがあるからな。父親は、リチャードがさらにボディービルの経験を積むことができるように、家族でカリフォルニア州へ引っ越すことを決めたんだ。ボディービルのためにアメリカ横断、アクティブな両親ね。カリフォルニアに着いたリチャードと父親が、各地のジムを回っていたところ、一人のトレーナーに出会ったんだぜ。リチャードはそのトレーナーに出会ってから、毎日ジムでトレーニングに励んだそうなんだ。でもマリサ、リチャードはまだ幼いんでしょ？毎日トレーニングって。しかもジムに行ってだなんて、やりすぎじゃない？少なくとも父親は、やりすぎとは思っていなかったみたいだぜ。リチャードもやりすぎって思わなかったの？それは子供だから、トレーニングをしたくない日も、あったみたいなんだ。そうよね、遊びたいわよね。でも、トレーニングをしないなんて父親は許さなかったんだ。でも、トレーニングって言っても、一日中やってるわけじゃないでしょ？それが、日常のすべての時間を使って、トレーニングをしていたらしいんだぜ。リチャードには友達と遊ぶ時間もなかったんだ。リチャードがかわいそうよ。毎日必ず、腕立て伏せ600回以上、スクワットを300回以上をやっていたんだ。そんなにやったら、私絶対動けない。っていうか、腕立て10回も無理だわ。ねえマリサ、このリチャード、加工してるんでしょ？それは本物の筋肉。お腹むっちゃ割れてるじゃない。トレーニングの賜物なんだぜ。そして、毎日のトレーニングと一緒に、食事も厳しく管理されたんだ。厳しく管理ってどういうこと？好きなものが食べられないの？肉体改造をしていたからな。父親はリチャードが毎日何を食べているのか、チェックしていたんだ。それに、レタスしか食べることができない日も、あったみたいだぜ。レタスだけ？レタスだけだったらお腹が空いちゃうわ。霊夢の言う通りだぜ。その時父親は何を食べていたと思う？それはもちろんリチャードと同じレタスに決まってる。残念、父親はリチャードの目の前で、ピザを食べていたんだ。子供にはレタスだけしか食べさせないで自分はピザ？我慢する力ってやつを鍛えていたんだろうぜ。マリサ。その時リチャードって年はいくつ？ 6 歳くらいかな。絶対おかしいって。それと、リチャードは床で寝ていたんだぜ。ベッドじゃなくて、硬い床ってこと？そうだぜ。なんで、やっぱり肉体改造に必要があったの？姿勢を改善するためだったそうだぜ。
いっぱいトレーニングしてるんだから、寝る時くらい柔らかいベッドに寝かせてあげてよ。こんな鍛錬を繰り返して、父親はコーチと一緒に、リチャードの心と体の改造を行ってきたんだ。その成果もあって、リチャードは6歳の時に、ベンチプレスで 80kg を持ち上げて、8歳の時には自分の体重の3倍もある 95kg を、持ち上げたんだ。8歳で 95kg? この時期からリチャードは地元のジムで、リトルヘラクレスと呼ばれるようになったんだぜ。お父さんは息子がリトルヘラクレスって呼ばれて、鼻高々だったんでしょうね。周りの人たちは父親の指導は厳しすぎると、思っていたそうなんだけど、リチャード自身は当時も、そして今でも、父親の指導が厳しすぎるとは思っていないそうだぜ。子供って親の期待に応えたいという気持ちを、持ってるって聞いたことがあるわ。リチャードもお父さんが喜ぶと嬉しかったのよ。そうかもしれないな。8歳になったリチャードは全国で開催されていた、ナショナルボディービルディングのイベントに、参加するようになったんだぜ。8歳の子供が大会に参加だなんて、みんなびっくりしたでしょ。そうなんだぜ。そこで注目を浴びたリチャードは、あっという間に有名人になったんだ。そうでしょうね。だってこんなに筋肉ムキムキ、なんだもの。リチャードはラジオやテレビのインタビューを受けたり、健康食品会社の広告等に引っ張りだこだったぜ。出演料や広告収入がいっぱいもらえたんじゃない？リチャードはまだ子供だから、親が管理したんじゃないかな。あ、そうか。ちゃんと管理されてるといいわね。そして、ドキュメンタリー番組世界最強の少年に出演することになったんだ。ドキュメンタリー？リチャードの人生や日々の生活を追った番組だぜ。密着取材みたいな感じ？まあ、そんなやつだぜ。ドキュメンタリー番組だから事実に基づいて作られるんだけど、リチャードの体脂肪率が 1% 未満とか、長すぎるトレーニングの時間、子供にしてはあまりにも過酷すぎる日々の生活を、不愉快に思う視聴者もいたんだぜ。あ、やっぱり、ドキュメンタリー番組が始まって、リチャードの心と体の健康状態やトレーニングの量、それから年相応の社会交流がないことを、心配する人が出てきたと同時に、リチャードがテストステロンや身体能力を上げるために、薬を飲んでるんじゃないかって疑い始める、人まで出てきたんだぜ。テストステロンって何？男性ホルモンだぜ。筋肉質な体型や、がっしりした骨格みたいな、男性らしさを構成するために重要な性ホルモンだぜ。筋肉をムキムキにするお薬を飲んでるって思われたの？そうなんだぜ。リチャードはトレーニングを自主的に行って、危険じゃないって言ったんだけど、トレーナーは過酷な状況で危険だったって、証言して、トレーナーを辞めてしまったんだ。トレーナーが言うくらいだから、本当に危険だったのかもしれないわ。辞めたトレーナーも危険だって思ったら、リチャードのお父さんに注意すればよかったのに。だってリチャード本人が危険で過酷と思っていないんだぜ。注意しても効くとは思えないぜ。そっか。でも、そんな生活もリチャードが11歳の時に終わったんだ。何があったの？リチャードの両親が夫婦喧嘩をしている時に、お父さんがお母さんに怪我をさせてしまったんだ。そのせいでお父さんは刑務所へ入ることになったんだぜ。お父さんとお母さんはどうなったの？離婚してしまったぜ。このことがあってからリチャードは、お父さんと離れて暮らすことになったんだ。それと同時にリトルヘラクレスは、世間からすぐに忘れ去られてしまったんだぜ。そうよね。リチャードはお父さんと二人三脚、だったもんね。しかもお父さんが刑務所に入っちゃったんでしょ？有名人だったし、周りからいろんなことを、言われたんじゃない？それが、世間の人たちはリチャードが普通の生活を、送る応援をしてくれたんだぜ。そうなの、それは良かったわ。でも、お父さんいないし、これからどうするの？今までやってきた生活をやめたんだぜ。そして普通の生活を送ったんだ。ボディービルやめちゃったの？結局リチャードはボディービルが、そこまで好きじゃなかったみたいなんだ。あんなに頑張ってきたトレーニングなのに、ボディービルはやめたけど、トレーニングは1回90分、週5日に減らしたんだぜ。それは減ったのかしら？毎日、長時間やってたからな、随分減ったと思うぜ。一緒に暮らしてるお母さんは筋トレしなさいって、言わなかったの？母親は父親と違って、リチャードのやりたいと思うことを、全力で応援したんだ。いいお母さんだわ。でも今まで何をしていたのかしら？もっと早くリチャードを助けてあげればよかったのに、リチャードにとってお父さんとトレーニングが、自分の全てだったんだろうぜ。だから、何を言っても聞かなかったのかもしれない。マリサ、リチャードは子供らしく何をしたの？禁止されていたピザやソーダをいっぱい食べたらしいぜ。おう、ピザ。
レタスしか食べられなかった時に、お父さんが目の前で食べてたやつね。きっと最高に美味しかっただろうな。そうそう、リチャードはハワード・スターン賞っていう番組に出演して、筋肉とボディービルのスキルを披露したんだぜ。ハワード・スターン賞？アメリカの有名なラジオ番組なんだぜ。へぇ？そして映画にも出たんだ。映画にも？俳優さんで？そうだぜ。すごいじゃない。2009年にハリウッド映画リトル・ヘラクレスに出演して、2012年にはレジェンド・オブ・メディア短編映画のアサシン・プリーストにも出演したぜ。かっこいい。それからホーガン・ノーズ・ベストや、インサイド・エディションにも出演したんだぜ。どんな番組だったの？ホーガン・ノーズ・ベストはハルク・ホーガンの家族生活を中心にした、リアリティドキュメンタリー。テレビシリーズだぜ。ハルク・ホーガンは知ってるわ。プロレスラーじゃなかった？よく知ってるな。そしてインサイド・エディションは日本でいう、ワイドショー的な番組だな。リチャードは俳優さんになったの？いや、いろいろなことに挑戦してるみたいだぜ。体を使う器具やトレーニングビデオを作ったり、2015年にはハリウッドのスタントマンとして活動したり、ユニバーサルスタジオでは1日に5回、火だるまになって演技してるらしいぜ。その他に、料理本の共同執筆をしてるんだってさ。ほえ、ボディービルとは全然関係ないことをしてるのね。リチャードはもうボディービルの世界には、戻らないって言ってるんだ。ボディービルをやめても、まだ美ボディを保ってるのかしら？これは23歳の時のリチャードだぜ。あら、あらあら。筋肉はどこへ行っちゃったの？筋トレをやめて、好きなもの食べてると、体はゆるゆるになってしまうよな。でもお腹がぽっちゃり出てるわけでもないから、いいんじゃない？前ほどジムに行ってないけど、運動は好きだから、有酸素運動として階段を走ってるそうだぜ。やっぱり運動は続けてるのね。リチャードの夢は、NASA でスペースシャトルの、エンジニアとして働くことなんだって、量子科学者になりたいって言ってるんだぜ。量子科学者？量子科学者っていうのは、大丈夫、難しそうだから説明はいいわ。とにかくリチャードはお父さんの呪縛から離れて、やりたいことが見つかったのね。それに向かって努力してるって素敵だわ。そうだな。それじゃあ霊夢も、今から美ボディに向けて、トレーニングを開始しようか。ちょっと待ってマリサ。私、一日の大半をトレーニングに費やすのも、床に寝るのも、レタスだけを食べるのも嫌。リトルヘラクレスは美ボディの参考にならないわ。そうなのか？せっかく話をしたのに残念だぜ。もうちょっと緩やかな美ボディ計画がいいんだけど。だったら私と一緒に緩い筋トレをしようか。いいわね。それじゃあ筋トレ前に腹ごしらえしなくっちゃ。終わったら一緒にお茶しようね。お取り寄せした美味しいお菓子があるの。霊夢の美ボディ計画は無理かもな。それじゃあ今回はこの辺で、一緒に、高評価とチャンネル登録も頼んだぜ。ご視聴ありがとうございました。